愛媛には一昨日日曜に続いてこの夏2回目の熱中症警戒アラートが発表され、宇和島で 34.9 度と猛暑日一歩手前の暑さに。この厳しい暑さで県内でも熱中症の疑いで16人が病院に運ばれました。太平洋高気圧に覆われてよく晴れた今日の県内、最高気温は宇和島で 34.9 度、大洲で 34.8 度など猛暑日一歩手前まで気温が上がるなど、県内ほとんどの地点で30度を超える真夏日になりました。この厳しい暑さの中、県内では午後4時時点で16人が熱中症の疑いで病院に運ばれました。明日朝の最低気温は東予で23度のほか、中予と南予で27度と、今夜も熱帯夜のところがある見込みで、エアコンを適切に利用したり、寝る前にコップ1杯の水を飲んだりするなど、夜間も熱中症への対策が必要です。日本気象協会によると、暑さのピークは今日。明日は梅雨前線が南下してくるため、天気は下り坂で、午後から雨が降り出すところもある予想です。前線の影響で県内は週末にかけてしばらく天気がぐずつく見込みで、最高気温最低気温ともに平年並みか平年より低くなる予想。一時的に蒸し暑さは和らぎそうですが、引き続き日中は30度を超え、夜間は25度を上回る日も多い見込みで、熱中症には十分注意が必要です。